皆様おはようございます。ピーターマンです。昨日21時に行われたアニメワールドトリガー特番生配信、その興奮が冷めないまま夜が明けました。いやー本当にね、素晴らしい番組でしたね。ということで勝手に昨日の振り返りをしつつ軽いね感想とかもねこう述べれればなと思ってます。いや実際にね、感想がっつりした感想とかは自分たちの生配信の方でもねお伝えしたんで、こちらも見ていただければなと思います。まず番組初っ端に流れた特報映像、もうねこれだけでテンションマックスになった人もね相当多いんじゃないでしょうか。まずガロッパーのキャラがね動く、もうトリガーが動く、その迫力と繊細で緻密な動きの作画に圧倒されましたね。個人的には生配信の最後の方に語った立川さんの虎徹抜刀シーンの描写がねすごすぎて、本当にこの動画の概要欄からもねこの飛べるようにしておきますので、ぜひ公式チャンネル様の動画をご覧になってください。すでにねもう見てしまった見たっていう方も何回も見てください。もう自分もね何度も見てます。次についに発表された新キャストの皆様、今回はねガロプラ編だけでしたけども、まあ、結果としては自分の予想は大外れっていうことになりましたが、いやそれをねはるかに上回るこの豪華さ、ここもね多分このチャンネルのね生放送を見てもらえればその興奮度合いがわかると思います。ラタリコフが豊永俊之さん、ウェンソーが園崎美恵さん、コスケロが津田健次郎さん、レギンレッツが村瀬歩さん、そしてヨミが白石涼子さん、もうねこのあまりの豪華さに熱狂した人もね絶対多いと思うんですよね。そしてなんとアニメワールドトリガー公式ツイッターにて総勢30名以上のキャストボイスコメントが聞けるとてもスペシャルな企画が始動とのこと。なんとアニメに先駆けてガロプラの皆様のねお声も聞けちゃうみたいですね。公式ツイッターをまだフォローしてないって方は今のうちにフォローしておきましょう。という非常にたくさんの情報が詰まっているにもかかわらず、放送時間はねたったの1時間という短さ、本当にあっという間でしたね。村中さん、梶さん、プロデューサーの長富さん、そして MC の田中さん、本当にお疲れ様でした。ということで今回はこの辺で、皆様ご一緒にこのワールドトリガーという作品をより一層盛り上げて、そして楽しんでまいりましょう。